カード出すアイカツ。胸がときめくリズム、魔をかけてくたん、私が目覚めてゆく。恋も遊びも全部退屈に思えるの、今夜も踊ってたい。心が
データカードラスアイカツ第2弾、新アイドル登場。紅林樹里、私も負けないよ。新しいブランドサングリアロッサは強くて華やか、情熱的な樹里ちゃんにぴったり。グラスハイヒールのロマンスドレスがとっても綺麗、ブロッサムアモーレ。そしてウィンタードリームのロマンスドレスも登場。ユニットメンバーみんなでコーデを揃えたら特別なアピールが出せちゃうよ。ウィンタードリーム。そしてそして、私たちの一押しアクセのキャンペーンもあるよ。私たちの応援でアクセサリーに特別なオーラがついちゃう。もうすぐ公開する劇場版アイカツの連動ステージも登場。グラスハイヒール。さあ、みんなも私たちと一緒にアイカツしよう。アップルフォレスト。カードでアイドル活動、アイカツ。クリスマス大作戦でツリーを飾ろう。メリークリスマス。アイカツ、橋本環奈トップを目指してアイカツデビューしちゃいます。カードでセルフプロデュース、国民的アイドルオーディションゲーム、アイカツ、一緒に始めよう。皆さんこんにちは、橋本環奈です。今日は私とアイカツのコラボドレスについて紹介しちゃうよ。このドレスはスターライト学園のスクールドレスをイメージしてデザインになっていて、ベストやネクタイでフォーマルさを演出。淡いゴールドのチェック柄も素敵。パステルカラーの星も可愛いでしょ。皆さんこんにちは、橋本環奈です。今日はなんとアイカツと環奈のコラボ CD の発売が決定しました。イエーイ。曲名は紺色パッションです。11月にスタート予定の第2弾では、期間限定でこの曲でプレイできちゃう。しかもこのステージではカンナと一緒にプレイできちゃうよ。さらに CD には今カンナがつけているこのアクセサリーのカードがついています。 CD の発売は12月3日予定です。みんな楽しみに待っててね。皆さんこんにちは、橋本環奈です。今日は私とアイカツのコラボドレスについて紹介しちゃうよ。このドレスはサングリアロッサのドレスで、赤と黒で大人っぽいイメージにしました。全体に刺繍が施されていてとってもゴージャスでしょ。みんなもこのドレスで情熱的に決めてね。このドレスのコラボカードはここでゲットできちゃうよ。絶対ゲットしてね。皆さんこんにちは、橋本環奈です。今日は私とアイカツのコラボドレスについて紹介しちゃうよ。ピンクとネイビーのストライプでとってもキュートな印象。胸元にはブランドモチーフのクラウンが刺繍されています。お気に入りはパールを散りばめたこのティアラ、お姫様みたいでしょ。